世界ボクシング機構 WBO スーパーフライ級王座決定戦が24日、両国国技館で行われ、同級1位の田中康生、畑中が同級2位のクリスチャンバカセグア、メキシコを3対0の判定で破り、井岡一翔、市政、井上尚弥、大橋に続く日本男子で3人目の4階級制覇を達成した。